ウェザーニュースの YouTube 登録者数がいよいよ80万人目前となっております。現在 79.9 万、何ですか、790万、違いますね、79万9190人ということで、はい、単位が分からなくなってきました。はい、私のこんなね発言のせいか減ってきているんですけれども、やめてください。はい、あ、こうやってね、じわじわ減っているような、なんでそんなことするんですか。なんで減らすなよ減らすなよって、なんでやめてください。もう、はい、あれ、サンシャインとのクロストークの時間の数字に戻ってるじゃないですか。皆さんまた戻しといてくださいね。さて、じゃあ79万9170からスタートしましょうか。ちょっとちょっと、サンシャインが終わる頃に、まあ、どれくらいまでね、数字また増えているのかというのも見ていきたいなと思います。まあね、数字を見ていますけれども、まあそういったこと関係なしに皆さんいつも番組ご覧いただいておりまして、ありがとうございます、ありがとうございます。減らさないでください。コーヒータイム中にはどうかななんてお話をしていたんですけれども、そうなったら嬉しいですね。コーヒータイム、まあ、後半残り1時間半ですけれども、この1時間半でどうします？急激に800人もボーンって登録者数が増えたら、それはもう盛大にね何かしないといけなくなりますね。そうなんです。もし80万人この時間に行ったらですか？それはもう体を張らなきゃいけないですね。何をしたらいいんでしょうかね。滝よ。なんでそういうことになるんですか、滝よ。キャスターが滝よ姿、滝行のねしてる姿見て、確かになんか、よし頑張ろうっていう気持ちになりますか。皆さんのね気合をこう入れるためになら、ね、スカイダイビング、あ、スカイダイビング楽しそうですね。滝行をするかしないかで数字が揺れております。まあね、この時間に1時間半で800人は多分いかないと思いますので、じゃあもういいですよ、80万人いったら。この時間にですよ、14時までに80万人いったらやりますよ、滝行減らしてください。はい。ぜひ、もうね、行きますよ。おお。はい、ではお楽しみに。はい、クロストーク前にね確認していきたいと思います。多分ねそんなにすぐにはいかないかなと思います。この時間で数字見てみましょうか。はい、お、79万9503人ということで、さて私の滝行はなしです。はい。なしです。まあそうですね、人数が増えたというのはとっても嬉しい限りでございますけれども、滝行をさせるまでの人数の増加ではなかったですね。はい、はい、あら、なんだか減ってるじゃないですか。どうしたんですか急に。さあ、というわけで皆さんいつも、応援していただいてありがとうございます。ご登録もいただいてありがとうございます。登録者数がねじわじわ増えてきてますけれども、はい、どうかな、みーちゃんの時間で、ギリギリいかないか、いくか、ね、ちょっと微妙なところです ねみーさん80万人いったら滝行する予定なんですか？このコーヒータイムの中で80万人もし行ったらっていう宣言をしたんですよ。
でもね、そんな滝行を引き継いだら誰かがかわいそうなことになっちゃうので滝行の引き継ぎはちょっと受け入れられない、ね、ちょっと NG かな、うんうん、そうじわじわ近づいてきてるからね。そうですね、うん、そうコーヒータイムはまだあの79万9千人の前半だったんですよ、はい、まだね100人200人ぐらいで、じゃあ3時間で結構増えたんですね。そう300人ちょっと増えたのかな、ありがたいことに、うん、すごい。でもね滝際までには行かなかったということでちょっと個人的にはねホッとしているんですけれどもちょっと見てみたかった気持ちもありますみんちゃんはそういうなんだろうな、まあ、滝行まではいかないですけどなんかこうバンジージャンプとかそういう刺激的ななんかしたことあります？いやバンジージャンプしてみたいなって思うんですけど、うんうんうん、実際に行ったことは全くないですね。 ありますか？私バンジージャンプ1回あってですね、すごい。そう絶叫系大丈夫な人？絶叫系大好きです。じゃあおすすめ。あ本当ですか？でもジェットコースターとかよりやっぱりもう全然怖さが違いそうな、 そう何もないからねでもあの楽しいよ、達成感というか。そうなんですね、爽快感というか。うわー、うん、あの浮遊感は結構あるんですか？そう、自分が降りるんだけど、はい、こうまたね、バウンドするんだよ。バーンってゴムが伸びてバウンドして、はい、自分が下に降りてるのか上に上がってるのか分からなくなっちゃう。うわー、怖そうでも楽しいんだ本当ですか？ちょっと今度チャレンジしてみますね、ぜひ機会があったらじゃあ80万人もしアフタヌーンの間に行ったら、うんうん、バンジージャンプします。いいねなんかそうやってさキャスターがなんか体を張って張ればいいってものじゃないんですけど、まあバンジーならねみーちゃんもやってみたいということでそうですね、半分やってみたい気持ちもありますしちょっと、まあ、無理せずなんて言えばいいのかわかんないんですけどちょっとこの動きというか、うん、次の人には引き継がないようにします。トレーニングの人には体を止めるみたいなのはちょっとそうね、イブニングあたりがちょっと怪しいですかね。イブニングのあたりで、ね、80万いきそうですからね、うんうん、まだ登録してないよっていう方はぜひポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。あとはあの動画にいいねグッドボタンもしていただけるとね、あのウェザーニュースライブの動画がいろんな人の元に届くかなと思いますので。お、ウェーバーありがとうございますウェザーニュースライブ見てる方でもしかしたら登録してない方もいらっしゃるかなと思うので、まあこの際にしておくかっていう方もね、アフタヌーン内で達成できそうですかね。できたらすごいですよねできたらもう嬉しいんじゃないですけど、嬉しいんですけどあのスタッフさんが今バンジーどこ行きたいですかってどんどん具体的になってきた。どうしようなんとなくね言ったのにバンジーどこ行きますかね。なんか千葉県のマザー牧場でできるんですか行けちゃうな行けちゃう距離にあるまた増えた。え、どんどん増えてます今あ、秩父でもできるそうですいやーちょっとこれは雲行きが怪しくなってきましたねぜひまだの方はね、あの登録していただけたら私も覚悟を決めますのでよろしくお願いします。最後に YouTube の登録者数見ていきましょうか。あ、よかったよかったって言ってもあれなのかもしれないですけどいやでも、うん、もうすぐですね、あと250人ぐらいか私はバンジージャンプは残念ながらできないということになりましたけれどももう本当はねしたかったんですけれどもねまた増えてますねまた増えてるえ、こんなスピード
さやち先輩が滝行そうですね、このねハードな体を張るものはちょっと引き継ぐかどうかは次のキャスターさんにお任せしますけれどもはい、もうすぐで80万人ということなので、皆さんもウェザーニュースライブいいなと思ったらぜひ YouTube 登録していただければと思います。では実際に今の数字を見ていきましょうか。今の人数を見ていくと着々と人数増えております。79万9839、40多企業ですなと、コーヒータイムからゆいちゃんが多企業でみーちゃんがバンジージャンプと来てるんですってね。そのいやでも多企業待機とかなんですか、そのね、いや私は多企業するとは言ってないですけれども、無難中の確率ですね、844ということでもう200人切ってるんですね。ねえ、80万人そろそろということで、ぜひ一緒にカウントダウンできればと思います。竹行は難しくても何か感謝の気持ちを送ることができたらいいなとは思いますよね。竹行はちょっとねあでもこうそうこういううちにもうどん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 増えてますからね。いや素晴らしいですね。そろそろです、ここは見届けたいですね。80万人突破したら何しましょうか。もうちょっと考えていかないといけないですね。あ、私の場合90万人滝行でしたっけ。じゃあ90万人滝行ですもんね。90万人ですよ皆さん、80万人とは言ってないですよ。イブニング中に90万人だったらですか。難易度がかなり上がりましたね。はい、4963まで来ました。お、止まりましたね。まあこれはもう、え、いやそんなね、何をおっしゃいますか。なんかスタッフさんから今ねトークバックで、なんか、ね、可愛い顔してくださいと思いましたけど、そんな困難なことを言わないでください。ウィンク私できないんですよ。両目つぶっちゃうんですよ。すいません、できなくて。あ、止まっちゃいました。そんな皆さん合わせないでください。止まっちゃいました。ウィンクできないからですか。ごめんなさい、ごめんなさい。ウィンクできなくてごめんなさい。ウィンクできなくてごめんなさい。私は昔からウィンクできなくてですね、練習したんですけどね、小さい頃できなかったんですよ。結構遺伝要素もあるらしいですね、ウィンクできないっていうのは。でもウィンクできなくてもやっぱり皆さんの優しさによって人数増えました。お、もう10人。お、これはもういけますね。10、9、8ちょっと減ったり増えたりをしてますね。余計なことしちゃうと減っちゃうんですね。余計なことしてるからですか私が。こんな、あ、もうそろそろじゃないですか。あ、80万人おめでとうございます。いや皆さんのおかげで80万人を突破することができました。ありがとうございます。まさかのイブニングのオープニングで突破するとは思ってもいませんでしたが、まだまだ伸びてます80 ありがとうございました。いや24時間番組お送りしていますけれども、80万人突破したということでイブニング中にお送りできて嬉しいですね。80万139、40とかになってましたね。いやありがとうございました。ぜひ晴れの日雨の日も番組をお届けしていきますので、チャンネル登録したままで皆さん番組ご参加いただければと思います。90万いったらですか。90万いったらなんだかうっすらと見えるんですけれども、これすごいですね。滝行をしろというメッセージですか。わかりました。どこの滝にしましょうね。うっすらと見えるところが。でも私滝行を今したい気持ちなんですよ。なぜかっていうと最近ユーリオンアイスまた見始めてるんですけど、滝行するシーンがあったんですよ、私の大好きなユーリオンが。なので私も頑張ります。滝行しますね。滝行するんだったらでもやっぱり地元ですかね。それか千葉って、千葉はないかな。関東で見つけたら
はい、やりたいなと思いますけれど、袋田の滝滝リポート募集しますかと。そうですね、あのぜひおすすめの滝をですね送っていただきたいと思います、うん、頑張りますね。私も90万ぐらいですかね、きっとね。90万人突破ぐらいしたらってことですかね3時間で90万いったら滝行ということですはい、ぜひ皆さんも滝リポートお待ちしております。カウントダウン一緒にしていただきありがとうございました。切り抜きチャンネルをご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ウェザーニュースアプリのダウンロードよろしくお願いします。ピヨピヨ、はい、OK です。あ、ね、こうでしょ、 YouTube ってこうでしょ。これが YouTube のやつでしょダサってやめてくださいよ